まさかこのディズニーランドで牛丼食べれるとはね。これは美味しい。ごぼうってすき焼きに入れる、まあ家によっては入れるか。はい、夢です。こんにちは、どうも。今日もですね、ランドのプラズマレイズダイナーに来てます。こちらね、プラズマレイズダイナー10月からですね、なんと牛丼が始まったんですよ。まあ牛丼言うてもね、まあディズニー流牛丼かな。はい、ライスボール、すき焼き味のライスボールですね、あえて言えば。はい、それが始まったとのことなんで、こりゃもうね、食べればなるまいと思って来ました。じゃあ早速行ってみましょう。はい、こちらがサイネージですね。1番、2番、3番、4番ありますね。で、この1番、この牛すき焼きライス、本来これうどんとか冷やしうどんとかね、あの辺の枠なんですよね。で、本当はね、4月からね、なんかベイマックスの確かうどんがね、すき焼きうどんかな、はい、だったんですけども、まあそれがおそらくこのようにあのアレンジされて、はい、このいうすき焼きライスに、まあ、生まれ変わったんじゃなかろうかと思われます。あと通常メニューですよね。はい、ハンバーグライス、ビスタブルカレーで、俺が大好きなクローブシェイプチキンパオと4つですね。はい、今日はこの1番の牛すき焼きライスいきます。はい、2時半過ぎなんですけど、レジ全然空いてますね。並んでても1人か2人ですね。はい、この時間狙い目おすすめです。はい、買ってきましたよ。牛すき焼きライス。おー、まさかこのディズニーランドで牛丼食べれるとはね。すき焼きライスか。まあ実質で牛丼ですよね。はい、こちらがね、880円です。で、今日はね、アイスウーロン茶にしました。なので、こちらセットで1180円ですね。はい、いただきまーす。ペットボトルの生茶をね、ちょっと買うタイミングをしてしまったんで、はい、今日はこれです。この牛すき焼きライスね、箸なのかフォークなのかスプーンなのかが実は気になって、何かなと思ったらね、なんとスプーンとフォークがもらえました。で、箸はついてこないですね。だから何にも言わないとスプーンとフォークです。まあスプーンかな。じゃあスプーンでいただきます。それでね、まずこの匂いね、すごいこの醤油とかね、すき焼きのブーンと匂いがするんですけど、でもね、すき家とか吉野家とかああいう匂いではないですね。どっちかっていうとね、まああえて分かりやすく言うと、レトルトの牛丼の匂いですね。具はね、カルビ、牛肉とちくわと、あとね、焼き豆腐ときのこかな。で、半熟のスクラムブレッグがかかってます。なんで、ね、すき焼きライスですね、まさに。じゃあスクランブルエッグの半熟の入り玉とカルビと両方いくよ。いただきます。うん、これは美味しい。いや、まあ多分分かってた、食べる前から。これは美味しい。ちょっと甘すぎるね。でもすき焼きってもともと甘いので、こんなもんでしょう。これね、卵がいい仕事してるね。卵がいい。もう一回。これはうまい。いいね。まあこれで880円か。まあでもね、牛肉たっぷりだし、はい、お腹にもたまるのでいいんじゃないですか。あのね、食べた感じね、あのすき家のね、すき焼き丼に近いかな。すき家ってさ、あの牛丼屋さんだけども、なんか多分まあレトルトだと思うんだけど、一応すき焼き丼もあるんだよね。焼き豆腐とか、なんか糸こんにゃくとか、そういうの乗ってるすき焼き丼ってあるんですけど、あれに近いかな。焼き豆腐とかちくわとか具が多いのもいいね。あとはね、あ、こんにゃくと玉ねぎと、あと人参だよね。人参のね、身っていうの形になってるし、あとこれ何、ごぼう入ってるのかな。これごぼうかな。こうやってみるよ。ごぼうだ。ごぼう入ってる。でもごぼうってすき焼きに入れる、まあ家によっては入れるか。ごぼう入ってました。いや、このね、半熟の入り玉がやっぱりいいよ。いやー、これはうまい。全然食べれるね。めちゃくちゃうまい。いや、これはいいね。大当たり。やっぱね、すき焼き嫌いっていう人はいないと思うので、
まあいなくなってか、まあいるか少しはな、あの甘いのは嫌っていう人もいるよね。やっぱちょっとこってりしてるので、まあそれでね、あとね、ご飯にこんな甘いものかけるのないわっていう人も多分いると思うので、まあ苦手な人もいるかもしれないけど、まあ大半の人は多分ね、あの好きだと思うので、めちゃくちゃおすすめ。あとミッキーの人参ね、人参いきます。人参、あーでもちょっとこれね、おかずが足りない、ご飯が若干余ってしまった、ちょっとケース配分誤った。いやーでもこれはいいな。うん、これね、タレ、すき焼きのタレがね濃い系なんだけど、この卵が入ることによってね、いい感じに中和されて、はい、バランスいい味になりますね。はい、最後ね、完食しました。めちゃくちゃうまかったです。はい、プラズマレイズダイナーの牛すき焼きライス完食しました。いや、これは美味しかった、大当たりですね。まず牛肉はね、正直、まあ、パークのクオリティなのでね、まあ、スキヤとかね、吉野家とかね、あれに比べたらやっぱちょっと劣る感じは正直しますね。で、なんかね、牛カルビコーンとかね、あの、あるじゃないですか、ああいうのに比べるとちょっとなんかね、あのいい気がする、若干いい肉になってる気がするけど、まあ、パークで食べれる、まあね、牛肉っていうことで、まあ過度な期待はしない方がいいんだけど、でも全然パーククオリティで考えたら、まあ、あのいける、大丈夫です。味はですね、ちょっと濃い系ですね、濃いんですけど、この卵がね、やや半熟でとろっとかかってるので、そこで中和されてすごく美味しくなってますね。味はちょっと濃い系ですね。で、具が多い、牛肉以外にもまず、ね、ちくわが目立ったね、あと焼き豆腐にと、で人参で、こんにゃく、玉ねぎ、ごぼう、はい、などなどが入ってます。あと青ネギも最後にパラパラって乗ってましたね。はい、これで808円がありでしょう。なのでプラズマレイズダイナーはこのすき焼きアイスボールと、あとグローブシェイプチキンパオ、この2択ですね。はい、この2つが激しくおすすめです。はい、この牛すき焼きライスボールで、あのルシェと野獣のランチケースも多分これつけれるよね。はい、多分いけると思うので、うん、これはいいね、激しくおすすめです。はい、以上プラズマレイズダイナーの牛すき焼きライスのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。